1997年から2009年の長きにわたり、全日本 GT 選手権とスーパー GT シリーズ合わせて106戦に参戦。50回のポールポジションと37回の優勝を果たしたホンダ MSX-GT。 その後継としてホンダが GT500 クラスに送り込んだのは HSV010GT という名の、それまで誰も見たことのない、つまり市販されていない車をベースにしたマシンだった。磁気型 NSX の先行参戦、近未来の NSX の研究開発を兼ねた参戦といった噂も流れたが、正式なアナウンスは行われていない。 HSV010GT はフォーミュラ日本用の HR10E 型ユニットに改良を加えた HR10EG 型 3.4 リットル V8 エンジンをフロントに搭載した後輪駆動車である。ウィダー HSV010 はホンダのワークスチームの一つであるドームのマシン。ドライバーに小暮隆、ロイック・デュバルを起用して参戦し、2010年の初レースでポールポジション、第2戦で優勝を飾った。究極のコーナリングマシンとして開発された強みを最大限生かした戦いぶりで、着実にポイントを積み上げ、見事2010シーズンのチーム、ドライバーの両タイトルを獲得した。続く2011年も同じ布陣で参戦。サイドラジエーターの採用により重量配分を最適化、コーナリングパフォーマンスをさらに高めるなどの改良が加えられた。第3戦と第5戦で優勝を収めているが、速さと信頼性を身につけた日産 GTR 勢の活躍に一歩及ばず、結果はシリーズ3位。それでもホンダ勢の中ではトップの位置をキープしたのである。